ちょっと今パン禁止令みたいなのが出てる。バートンコも食べないし、今日はちょっとマンゴーありますね。マンゴー、あと、まあ、もう野菜炒めは絶対食べるんですけど、今日は何だろう、今日の種類ちょっと昨日と違いますね。昨日の残りもちなみにあるので、昨日の残りがこれなんだけど、ニンニクの芽ね、両方もったいないから食べちゃう。昨日のニンニクの芽の、豚肉のニンニク芽の炒め物と、昨日いただいたアボカドの残りもあるので、なんかミックスして食べましょう。これがマンゴーですね。剥いたらこんな感じで綺麗ですね。はい、熟してます。ご飯は今日は皮玉っぽくなくて普通のご飯かな。はい、いただきます。カレーソープ many this morning。 さて食べましょうか。いただきます。Eating together today. Yeah. Oh, a rice. カレースープらしい。おお、肉入って、あ、これなんだ。Chicken. Chicken. Yeah. おお、ちょっと待って、これ。ちOkay, mate. うん、うん、ああ、そんな辛くない。辛いかなと思ったけど、うん、でしょ。いや、ちょっとね、今日ちょっと頭が痛くて、起きて頭痛くて、珍しく、私あんま頭痛くならないんだけど、ちょっと頭が痛くて、うん、今ちょっともう痛くないけど、寒かったのかな。あ、うん、違う種類の味。うん。OK ね。うん。おいしい。OK マイ。OK マイ。うん。OK マイ。This morning very quiet. Nobody come. Quiet. Sometimes people come the morning.No. Garlic. This okay ka? Chili ka lito? Right. I think garlic is okay. Yeah. Energy. Be careful everything. Oh, daikon da. I can give her eating, okay, no problem. But I no money, no? I no have money, I cannot. But poor. なんかさ、こういうのも旅行とかではわからないことだよね。いろいろ気になるもん、年金制度ってあるのかなとか、日本とどう違うのかなって。食後のね、時間とかにそういう話をよくしています。もちろんね、日本はどうなのっても聞かれます。さあ、今日は私が炒めましたよ。今日は私が炒めましたよ。私が作りましたよ、今日は。ほら、色が綺麗。今日私がやったので、ちょっと試食しますよ。OK ピックメン OK。これね、トマトも入ってて激うまでした。今日はさ、朝ごはん食べて、あー、ふわふわ、朝ごはん食べて、洗濯物が溜まってた。うわ、濡れた。うわ、濡れた。洗濯物が溜まってたので水入れすぎた。うえ、これやば。
水入れすぎた。洗濯機のように回すが。ああ。ね。ね、自生してる野菜がいっぱい、野菜っていうかハーブがあるんですけど、お姉さんそれ取りに来たね。何？なんかご飯のために庭からさ、毎日なんか料理のために切っていってんだよね。今日は何を切ってるんだろう。この私の横にも薬草があるんだけど、蚊に刺された時はこれつけたらいいよっていう薬草が横にあって、もう薬なんか買わないんだよ。お薬草がいっぱいあるから。何言ってんだろう、気になるな。ちょっと気になるから。気になるけど、でちょっとお尻濡れちゃった。今ね切ってるのこれ、なんか薬草、なんだろう。あ、でもちょっと大きい。ミスピョーツピョーツピョー。育ててないね。育ててんのかな、自生かな。いや、これ育ててるかもしれない。わー、綺麗。なんか、何なんだろう。料理に使うんで、たぶん。ほら、あっちにもあるもん。めちゃくちゃあるもん。薬草だらけですよ、本当に。本当に。これは育ててるっぽいね。違う？ここの実は今なってないけど、11月くらいだと実がなってるんですよね、この木も。ほんで、さっきの言ってた、この辺が薬草、自生してるけど、薬草なんですけど、このね、ちょっと名前聞いたけど覚えられなかった。このこれ。これが、蚊に刺された時とかに切って揉み込んだらいいらしくって、あ、これを使いなさいと言われました。はい、ここら辺も全部薬草らしいですよ。薬草だらけ。いや、自生だもん。何？スメル？ああ。なんかわかんないけど。ランナーね。ああ。で、これ。なんかイニーらしい。ニコチニン。ニコチニン。ね、これ長年の知恵でしょうね。ロツロツロツ、芽が出てきてるもんね。あ、芽が出てきてるからちょっとあれね、剪定して、うん、適当なところとそうじゃないところが混在してますからね、タイ人は。そう、マイペンライのところときっちりしたところがね、混在してる。鳥だらけ。なんか近くにめちゃくちゃ鳥飼ってる家があって、鳥っていうかチキンね、鶏飼ってる家があって、その鶏がずっと鳴いてるんですよ。っていうちょっと洗濯の途中でしたけど。断線です。うわ。完全に何これ。完全にお尻濡れちゃってますね。洗濯機のように回しましょう。洗濯機ね、2層式があったんですけど壊れてるんですよね。で、1個あるんだけど、なんかワンちゃんとかこう掃除グッズ専用にしてるから人は使わない方がいいよって言われて、んでさ、暑いから。
もうランドリー行くのもさ、近くにあるんですけど、まあ1回20バーツから30バーツぐらい洗濯するだけだったら、まあ至る所にあるんですけど、なんかもうそれもめんどくさいっていうね。昔の人はやってたから大丈夫です。そんなになんのね、作業着洗うわけでもないし、ただの T シャツとただの下着だから。そんなに汗も私かかないので、あんまりなんか別に洗濯しなくて、切れちゃうっちゃ切れちゃうんだけど、うん、なんかやっぱ洗濯したいかな。とりあえず全部一回洗って、MR とかないからね。MR とかないから、本当はこの辺 MR でやる洋服なんだけども、しょうがない。普通の洗剤しかない。そんなクオリティのいいデリケート洗いのとかないっすよ。これね、前回タイ来た時買ったワンピースなんですけど、200バーツ。このワンピース、200バーツ。確か。ロータスかなんかのスーパーマーケットの外で、なんか洋服の売るのやってて、そう、そこで買ったやつなので、1000円しないやつ、800円ぐらいのワンピース、これ。でも、800円ぐらいなんだけど、全然800円に見えない素材もね、デザインも、私この間カフェ行った時とかこれ着てたけど、こんな感じのこれが800円とは思えないし、もうこれ一目惚れですよ。見た瞬間に、あ、これ欲しい。すすぎが大変なんです。すすぎが丁寧に洗いたいとこですが、これは本当は MR で洗いたいとこですが、汚れてるな。また終わりました、終わりました。30分ぐらいやってたかもしれない。ワンちゃんの横に私の靴下とかが干してあるっていうね。ワンちゃんの服、これワンちゃんの服。さて、なんかでもね、びしょ濡れになっちゃったんで、またシャワー浴びてこの服も洗わなきゃなっていう感じです。行ったことのないところへ行きます。ちょっとローカル。とりあえず今日はここまで。続きはまた次の動画ね。旅行では行かないところかもしれないです。次回も楽しみに。初めての市場もあります。以上、ティリーでした。それではまたね。